今夜は武雄 F2 2日目をお送りいたします。よろしくお願いします。おっと、まあ、挨拶が終わったところで、投票締め切り2分前になりましたということで、本日も私たちソーシャルディスタンスで離れたところからお送りいたします。皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。1番佐々木光三選手以下ご覧の7名です。3社1社2社1社2分戦となっております。なるほど、はい、そう、これね4番の人がね短期でも行くって言ってて、うん、どうなるか分かんなかったんだよね。5番が補充だからこのコメント謎。そう、あーそっか、4の選手451がねもしかしたらこうつくかもし、ね、ラインになるかもしれないっていう話だったんですけど、4は短期でやるということですね。AR だと離れてますね、やっぱ離れてるね、うん、レース前の選手紹介で4の選手はもう短期でやるっていう風に走ってたみたいなので、うん、4の選手は短期となりました、はいはいはい、いやでもこの今ね人気になってる3の選手板崎選手は昨日、うん、まあ、さっき人気だった鳥羽選手とラインを組んでたんですよ、はいはい、で何でも知ってんだめっちゃ詳しいな。でそこの2社すごい人気だったんですよ、そのレースで。へー、だったんですけど、まあ、板崎選手、まあ、昨日も前一番前に走ってたんですけども、うんうん、もうダメ、まくりが何も決まらずマジもうダメって感じで、あなたが言うと本当にダメっぽいな。本当にダメだった、ダメそういや、でも昨日は要はまくりに構えちゃってまくれなかったから、今日は前に前に行く可能性もあるんじゃないかなと思うんですよ、昨日の反省を生かして。そもそも逃げる人だからね。はい、投票締め切り5分前です。なので、まあ、多分その昨日のことも踏まえて、はい、3の選手が前に前にでもうすごく積極的に行けば、昨日みたいな感じにはならないんじゃないかなって気もしますが、わかんないです。よくわかんない。いや、今のはいい情報だよ。いい。私がマンダだ。マツカイどうすんだよ。いやこれはねちょっと他の買い方が思いつかないので、もうこれでいきます。気になる。はい、これです。もうラインです。3773の2455500ポイントずつ合計3000ポイントとなっております。はいはいはい、分かるよ。まあ、ちょっとねそう昨日板崎選手、まあ、7着ではあるんですけれども、やっぱり今日は前に前に行ってくれるでしょうというところで、そうなったら昨日みたいな展開にはならないと思うので、うんうん、まあ、3773で決まるんじゃないかなと思っております。いろはちゃん、はい、大丈夫かな。結構買っちゃってるんですけど。おマジ？てくださいね、うん、大丈夫だよ、ね、大丈夫ですよ。それではいろはちゃんの改名、はい、おさらいからお願いします。はい、うん、前さん今回でやりました。さっきやりたかったんですけど、うん、6レース目でここで前さんで、あとは376 6がちょっと気になったんで。何ポイント買ったの前さんは。前さんね、あのポイントバラバラでちょっと書き切れなかったんですけど、ーートータルはトータルは6200ポイントです。おー、じゃあ前さんに結構いったんですね。いってるよ、だって6000ってどういうこと。376もね、あの買ってるんですけど、前さんだと73が、ね、人気じゃないですか。うん、73人気ある、うんうん、だから2500ポイント、うん、あと4310ポイントいってます。4316倍ね、うん、そこに OK、分かってきた。そう、短期になる4が頭でね、うん、いやちょっといろいろ買いすぎて、もう板崎選手が前に前に行けばこうでしょうという、まあ、そういう戦い方をしなかったらもうこうはならないので、うん、もう無理です。もう僕もそうっすよ。もう無理なんですけど、でちょっとこれで、まあ、使いを買い目が多いって書かれてて、でも6点、6点なんだよ。いや全然私の方が多いよ。以上でございました。おっ、おめでとう。イエーイ。まだ早いからみんな、まだあと3レース、当たった当たった、嬉しい嬉しい嬉しいね。いやこれは嬉しい。でも本当にちゃんと板崎選手が前に前に行って、まあ、結局最後は刺されちゃったけど、うん、いやなんかすごいいい、良かった、なんか嬉しい。だから展開も全部予想できたからな。うん、言ってた感じになって、まあ、嬉しい。だから自分の予想して当たるのが一番嬉しいんだ。俺、僕は他人に乗って外してんだよ。一番最低のプレーをしたんだ今。そして
話があると。いいがいみんなコメント僕が下手なんじゃねえ、2人がベテランなんだよ。そうじゃないですよ。何十、2人足して100回近く出てんだぞ。いや大石さん、大石さんも足したらとんでもないことになりますね。確かに我々多いんですよ。めっちゃ出てる。我々多いんですね。あのかよちゃんのフラグはみんな見落とさないでね。明日も頑張ります。